その、まあ、2つの線を走らせてと、はい、羽賀さんパワー出てましたっけ。すごいですよ。しれっとね。そう、しれっとってそうですね。記録持ってます。あ、そうなるんですね。はい。いやいやいや、もうぜひ思われてたんで、お話ししてくださいよ。ですね、一応去年の神奈川、11月の神奈川選手権で、スクワットが260と、あとデッドリフトが 282.5 キロ引いて、あと、まあ、プラストータルの重量、その3つの神奈川記録更新できたんですけど、まあ、今年は目標280スクワットが、デッドリフトが、確か105キロ級の日本記録が305キロぐらいだった気がするんで、どうせねっかなと思って、ちょっと更新するつもりで、8月終わったら、やっていこうかなと。すごいっすね。ですね。すごい。105キロ級でその時やっていられて。はい。で、トータル何キロだったんですか？去年がですね、700いってなくて。あ、そうですか。ベンチがもうなんかその2種目と比べると、え、どうしたのみたいな重量で。何キロだったんですか？145。公式とはいえ、そうですね、かかも2つなんで、そう、まあ、一応150は上げたことあるんですけど、まあ、ベンチが弱くて、他の2種と比べると、なんで、ベンチ改善して、重量伸びて、で、デッドもスクワットも強くなれば、全然750キロぐらいは狙えるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、一番改善すべきところはやっぱベンチですよね、僕の場合は。まあ、注いだ愛の量ですかね。愛が足らないしみじみそうか、パワーリフティングという選択肢ですよね。東さん、榎本さんはパワーリフティングの挑戦とかは考えたことありますか？東さん、どうですか？シングルベンチの大会は出てみたいなと。その東京都ベンチプレスの大会が東洋町であったんですけど、ありましたね。その時家がたまたま近かったので、ちょっと観戦しに行って、あ、面白いなと思って、シングルベンチの大会は出てみたいなと思います。ただ3種はちょっとデッドリフトがあれなので、あ、まあどうなるかなって感じですよね。でもパワーリフティングに対しての興味はあります。あ、その東洋町でシングルベンチやってた時、まあ、ツイッターとかで拝見してたんですけど、なんかお祭りのような感覚で。そうですね、なんか知ってる人いっぱいいたしっていう感じね。あの、まあ、そういう感じで楽しむのであればすごくいいかもしれないですね。ただなんかボディービルとかフィジークとかそういうボディコンテストよりかはなんか参加しやすい雰囲気はありました。ああ、なるほど、はい、そうかそうか。やっぱどうしても僕だってその減量がネックになってきて、羽賀さんとかやっぱ食べちゃうっていうのはあるんですけど、やっぱ単純にパワーってそういうところがあんまりボディとかに比べるとないから参加しやすくて、そういうイベントとして良さそうかなって。確かに多分こう大会に何かしら出たいなと、まあ、普段体を鍛えている成果を何かしらで示したいなと思っている方たくさんいらっしゃると思う反面、やっぱりフィジークだったりボディービルにハードルの高さを感じている方がすごく多いと思います、まあ、女性もなおのことでしょうし、ビキニだったりもね、そうだと思うんですけど、それでいうとね、選択肢の一つでこのパワーとかシングルベンチってすごく入りやすい、そこから入るのも一つ選択肢としては面白いのかなと思います、まあ、そこからを入り口にしてはボディメイク系のコンテストもありだし、そこに楽しみを見つけてリフティング系の競技というのもすごく面白いのかなと思います。これまたすごく参考になるお話ですね。榎本さん、パワーリフティングの挑戦はいかがですか？自分は全く考えてないですね。あ、そうなんですね。職場にベンチプレスさんの方がいらっしゃってて、なるほど、体型とかレターと比べると全然普通の感じしてるんです。そこにゴリゴツゴツしてないんですけど、ベンチプレス180とか90とかすんなり上げちゃうんで、こんな力出るなっていう、まあ、パワーに対する憧れありますけど、自分が目標にしてるのはやっぱり見た目重視の体なんで、まあ、筋肥大させるために、まあ、力をつけていくためにパワーやるのはいいと思うんですけど、まあ、大会にまで出ようとは思わないです。トレーニングの一環としてすごい重たい重量を使ったりしてっていうのはやりますけど、大会には出ないですね。ああ、そうなんですか。結構ボディービルに対しての情愛というか、そういう位置づけでしょうかね。そうなってくると、すごくこれも、まあ、いつか聞こうと思ってた話なんですけど、どう好きなボディービルダー
あのボディービルダーかっこいいなと思ったきっかけもそうですし、今憧れてる方でいうと具体的に誰かいらっしゃったりしますか？自分は初めてボディービルダー見始めた頃からリープリースとかするんですよ。ああそうですか。オーストラリアの。オーストラリアの身長あんまちっちゃいじゃないですか、160ないとか。そうですね。あんまり腕とモニー・コールマンとかと並んでも引けを取らないくらいのデータさを持ってますし。いやそうですね、かっこいいですよね。すごい好きです。あーリープリースだな。やっぱりあのポーズも真似したい感じですか？それはこのポーズも大会で去年撮ったりしました。ああそうなんですね。なんかやっぱ好きな選手のポーズで撮りたくなります。そうなります。リーブリース確かにかっこいいな。それでいうと日和さんとかもその ポーズの撮り方とか憧れている選手で真似とかする感じですか？最初自分はロニー・コールマンに憧れて始めたんですけど、憧れてポーズをした、フリーポーズ撮るときに結構他の選手のポーズとか意識することはあるんですけど、あんまりないかもしれないですか？あ、そうですか。割とその自分の感性というか。アーノルド・シュワルツネッガーのサイドバックはすごく意識してます。でツイッターに書いてましたね。あれなりたいですね。でも最近その動画よく見てるのは97年代のボディビルダーが多くて、ショーン・レイとか。ああ、ショーン・レイね。ショーン・レイマジかっこいいですね。いまだにやっぱりショーン・レイのポージング結構丸まんまそれで出てくる選手もいますよね。最初こうやってくるっと回ってから触れるのとか、あショーン・レイみたいな。ショーン・レイのフリーポーズは本当にもう好きで、なんか見てると涙出てくるんですよね。なんかすごくわかります。合いますよね。なんかやっぱり雰囲気もかっこいいし、でポーズもなんかその見ててやっぱりポーズに違和感がある人とかも、どうしてもオリンピアの人とかでもいるじゃないですか。最近の人たち本当になんか観客煽るような感じの人が多いんですよ。マスクラ取ってりゃいいんだろうみたいな。なんかショーン・レイとかリープリーストは結構そうフリーポーズとしてなってるところがある。いやそうですね。いやすごいこの話とかめっちゃ楽しいですね。羽賀さんはそのポージングとかその憧れのボディービルダーも含めて何か考えるとかありますか？この二方の後に言うのも大変申し訳ないんですけど、憧れてる選手いないんですよね。あ、そうですか。実際拝見します。なんか自分のことが好きで言ってるじゃんみたいな感じでやってるだけで、特にポージングも誰を意識してるとかそういうのもないですよね。あ、そうなんですね、はい。練習自体はじゃあどういう風にしてるんですか？撮りたいポーズ、自分がよく見えるポーズをこうなんとなくやってる感じですか？もうポーズ練習すらやんないんです。あ、そのタイプですね。そのまま出ちまえみたいな。結構ね、そういう方もね、まだまだ多いですし、まあ、それ自体がいいか悪いかっていうところも一概に判断はできないですけどね。絶対練習はした方がいいですね。その方が、まあ、その絞れるのもあるし、やっぱそうっすね、自分の体に合った見せ方っても絶対あるはずなので、あんまり僕みたいにもそのまま出ちまいみたいなのは絶対良くないはずです。じゃあ次の大会に向けてポージング練習はするかしないかで言うと、どうしないかもしれない。もうなんか期待通り。とにかくもう食って増えた分を戻すのに精一杯。あ、そうそういうことで。あ、でも今は減量されてるんですか？一応ね。声ちっちゃ。大会終わってからもう2日間食っちゃったから、でも3週間で戻さないとっていうのがあって、でも。マッスル北村さんとか1日2日で12、3キロ増えたのを一晩100キロ走って戻したっていう話を聞くと勇気づけられません。じゃあ食ったら100キロ走ればいいんじゃないみたいな。それで戻るんでしょみたいな。いいですね。それをこう参考に上げてしまう感覚というか、なんかすごくこうボディビルダーらしいなっていうところはすごく感じますね。トレーニング好きというかすごくにじみ出てる人だなと思います。サエさんのビキニじゃないですか、はい、やっぱりその ポーズが憧れてる選手とかその辺に関して考えることもありますか？そうですね、見ますけど、やっぱ海外の選手とかなのでどうしても自分の体には当てはまらないので、その
こういうポーズ綺麗だなっていうのあるんですけど、それを自分でやった時にベストなポーズではなかったりするので、もうそれはそれで憧れで、自分は自分で違うポーズとか、ただビキニの色はちょっと真似意識します。ああなるほどねそういうことか、はい、その辺はビキニの選手は色とかで結構こだわれたりとかしますね。そうですね。あと髪の色とかもやっぱりですか。そうですね、髪の色もそうですね。でもその結構感覚っていうのはすごく分かりますね。あの体型に合う合わない、憧れて好きな人とそれが自分に当てはまるかどうか、そこって結構すごく大事だと思うんですよ。なんか私もあのフリーポーズの練習とか結構いろいろ昔のやつが見てて、なんかフランシス・ベンファットとかリラブラだとか、あの結構華麗に撮るタイプがかっこいいなと思って、そういう練習をしだしてたら指導してる方にキャラじゃないと一瞬されます。ですね。そうそうそう、そう全然違う。でもなんかね、やっぱりその、まあ、コンテストでよく見えるには自分のやっぱりキャラに合うあのポーズができた方がハッピーなのかなというふうに感じてるんですが、一人で練習するときは、ね、それでもちょっとこうやってみたい、あのフレックスウィラーみたいな、今日はフレックスウィラーみたいな感じでそう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 、まあ、そういうことをして楽しんだりするんですけどね。あのすごくコアな感じになってます。他何かありますか、シーンとかありましたら構わないんですけど、はい、はい、最後の調整の仕方って、調整の仕方ですかこれはあんまり言わない方がいい。いや、調整も何も正直私で言うと全然絞り切れたことが未だかつてないので、その調整をする段階に至ってないかなっていうところで、その羽賀さんの話じゃないですけど、最後まで頑張って有酸素してるくらいですね。そう、最後にギリギリ合わせに行くっていう。だからなんかよく言うじゃないですか、あの1ヶ月前に仕上げといて、そこから調整、まあ、むしろちょっとくって増やしたりとか、その調整をするとか、そういうところもなんか、まあ、試せるぐらいの絞りに、あの事前になった時にやらなきゃなとは思ってるんですけど、まだ残念ながらそこまでいけてないかなっていうのはありますね。そうだな、大会と前日ぐらいまでもトレーニングしてるタイプですか。ね、前日もそうですね、しますね。なんかそのガチトレっていう感じではないんですけど、今私週に3回結構ガチでやるトレーニングがあって、それ以外はあの、まあ、神経の伝達を良くするための、まあ、素振り感覚であのジムに行って軽くやる感じなのがあと週に4回くらいある感じなんですけど、だいたいガチトレを、まあ、水曜日くらいにあの終えといて、あとの時間は、まあ、有酸素とその素振りでっていうことで前日まで、迎えちゃうかなっていうところですね。まあ、それも正直正解か不正解はかは分からずにまだ模索中っていうところなので、おすすめできる方法かと言われれば全然そんなことはないと思います。そんなところですか。はい、じゃあ一旦ここで締めたいと思います。以上です。皆さんありがとうございました。バイバイ。